おい、サージェントがプレゼント投げたぞ。早くターボ使っていけ。ガソリン切れた。え？さっきガソリンスタンド寄ったやん。給油してなかったん？ごめん、雪だるま作ってた。お前、去年も雪だるま作ってて給油忘れてガス欠したやん。学習能力ないんか。いやー、すまんすまん。俺雪見るとテンション上がっても性格やん。知ってるよ。だから毎回ガソリンスタンド行くたびにちゃんと給油したかって確認してたやん。今回言ってくれなかったから。それはお前がそんなに言わんでも大丈夫や、ちょっとは信用してくれって言ったからやろ。うーわ、ウィンターフェスの序盤からやらかしてくれたな。どうすんのこれ。プレゼントボックス投げたらターボかまして逃げる段取りなのに全然行かへんから、外が変な空気になってるやん。サージェントのやつ、中身がスノーボールランチャーばっかりやからめっちゃ文句言われてるわ。笑い事ちゃうぞ。今年は他のスタッフが結構いいプレゼント出すらしいね。そのせいで俺らのプレゼントがしょぼく見えて逆に文句言われてるんよ。朝から晩まで働いてんのにやってられんぞ。俺らも飴配っていいよって言われてるやん。あれむしろ逆効果やって。こないだ飴投げたら、なんやこれ、舐めてんのかって言われたぞ。飴だけに？何それ、お盆な。そういえばお前の奥さん、今日あたり子供が生まれそうなんやろ。仕事してて大丈夫なん？いやだから今日あたり生まれそうやから、さっさと仕事終わらせて帰りたかったんよ。仕事中に生まれそうになったらどうすんの？そりゃあまあ、仕事終わった後で行くしかないやろ。それでええの？奥さん、本当は見守っててほしいって言ってんやろ？しゃあないやん。サージェントに休ませてくれって頼んだけど、みんなウィンターフェス終わるまで10連勤確定して必死で働いてるのに、お前だけ休めると思うかって言われて。サージェント、ガチで鬼やな。嫁からは毎日のように、私と仕事どっちが大事なのって言われてるんよ。そんな漫画みたいなセリフ、普通言うか？どんな嫁なん？こんな嫁。なんかリアクションせえよ。まあでも、俺はお前が羨ましいよ。なんで？奥さんがおって、子供ができて、大変やけど生きる意味があるや。俺なんて別におらんかっても誰も迷惑かけんし、守るものもないからね。お前も家族が欲しいんか。意外やな。そういうの興味ないかと思ってたわ。正直お前が奥さんとか家族の愚痴を言うたびね、羨ましいなって思ってた。あ、病院から連絡や。もしもし。え、生まれそう？はいはい、わかりました。生まれそうなんか。あーどうしよう、ガス欠して5件買った分残業して始末書書かされて、絶対帰らせてもらえんわ。終わったわ。じゃ行こうか。あ、何が？ガス欠なんやろ。現実拡張のスーパーチャージ発動する準備できてるから。あれってガス欠してても有効なんか？有効よ、ちゃんと調べたもんね。マジか、ナイス。はい、お仕事終わらせよう。あ、しかもトリックアウトも引いたわ。いいね、いいね。それじゃ、出発。おいおいおい、来た道戻ってどうすんの？どこ行く気？産婦人科。え？仕事も大事やけど、家族を犠牲にしてまでやる必要ないよ。もしかしてお前、わざとか？病院から離れすぎんようにわざとガス欠させて、しかも現実拡張まで用意してて。俺からのクリスマスプレゼントや。お前アホやな。うわ、びっくりした。どういうつもりだ。やば、サージェントめっちゃ切れてるわ。そりゃそうやろ、ずっと停車しててめっちゃ文句言われてて、やっと動き出したかと思ったら逆走してんやから。おい、しっかり捕まっとけ。突っ込むぞ。あ、なになに、何するつもり？おーおーおー、止まれ止まれ。ああ、めちゃくちゃしょんなお前。へへへ、サージェント振り落としだったわ。ぶっ壊した家の人大迷惑やろか。あれ、俺の家やで。マジかよ、なんでそこまでするん？別に
俺、思いついたらすぐ行動してしまうんよ。ありがとうな。でも、お前この後どうするつもり？何にも考えてないけど、多分クビやろな。今日からどこで寝るの？寝ようと思えば、どこでも寝れる性格やから大丈夫やろ。俺もお前と一緒にこの仕事辞めるわ。アホか。子供どうすんのよ。これからめっちゃ金かかってくるよ。何のために俺がこんなことしたと思ってるんよ。家族を第一に考えろや。仕事は何とでもなるわ。それにお前は今日から俺の家族や。住むとこ見つかるまで俺の家におったらええよ。本気で言ってんのか。これが俺からお前へのクリスマスプレゼントや。お前もアホやな。